ヘンダーソン中村風あるあるベスト3を決めよう。さあこの企画はですね、はい、風さんのあるあるを出し合って最終的に出た中からベスト3を決めるということなんですけど、はい、僕は正直、これ僕の考えた企画でもないですし、はい、吉本漫才劇場が考えた企画で僕は正直やりたくないです。なぜですか。中村さんはそのあんまりこういったあるあるとかでいじると、はい、ちょっと切れるんで、怒るんで、それもあるんですか。そう、まあ、それもあるんですよ。はい、ということで本日の主役に登場していただきましょう。中村風さんです。いやー怖いですね。その企画やりたないって言われた後に出にこやいやいや、だって主役やろか。いやいや、まあね、あるそんなん俺の。いや、まあ、僕はルームシェアを何年ぐらいしてたのね。で、イオリは僕はだからその離婚してからどこに行くの。さらっと。イオリが離婚してから、めっちゃ増える回数。あ、農回数が増えた。農回数増えて、確かに回数増えました。でも小屋さんも相方ですから、もうあるあるのやつが。そうですね、相方目線がやってますけどね。はい、ほんなら早速、はい、ちょっとあるあるをとにかくもう時間いっぱい出していって、いっぱい出したらいいんですね。はい、僕もちょっとね、携帯に結構入ってるんでね。おー、そう、いや、すごい、あの中村さんのエピソードが、はいはい、それで嫌なるほど、めっちゃいい、怖いね、はいはい、怖いな、何を言われんのかも怖いし、そうですね、あるあるか、うん、これ、僕行きましょうか。はい、はい、はい、なら、はい、ちょっと高乗りお願いします。はい、月刊後輩芝クリスト編集長。中村文春ね。中村文春。中村文春に昔つけてたのよ。こいつなんやねんと思った後輩を、うん、まあ、リストに上げて、うん、そいつをどっかに芝くっていう、ちょちょリストを作ってた。芝くやせんよ。でこれで3年月刊ですけど、3年ぐらい表紙飾ったのがダブルアート新人。はい、それ意外だな。小屋さんも飾ってますよ。おろ小屋さんも表紙飾ってます。何月かも忘れましたけど、はい、ほんなら中林さん、中林さん、中村風あるあるお願いします。あの、去り際いつもごめんな、また言うわって言って去っていくけど、何を言うの。いや、めっちゃある、めっちゃある。いや、もうほんまはこれなんですよ、あるある。ごめんなさい、僕は言ってきました。ほんまにこれある。もうこれはもう言ったら、多分満劇メンバーに言ったら全員が、後輩が知ってるあるある。これ確かにそれは分かります。ちょっとほんのいや、ありますね、はい、僕飲みの席なんです。飲みの席、中村風あるあるお願いします。いつもの乾杯の温度が面白い。ちょっと知らないと思う。高森さんたちの違うんですか。いや、結構真面目にやるというか、僕も好きだけど真面目にやるみたいな。僕がいつも見てるやつ違いますよ。ほんならあれどんなやつ。ちょっと乾杯の温度取ってもらっていいですか。乾杯の温度、乾杯の温度取ります。いきますよ、二度乾杯。二度温度あー、そういうことですか。これで盛り上がってる。これでもう盛り上がってはないやろ、いつも。これでね、いつもね、盛り上がってはないやろ。なるほど。ちょ、普通になんかちょっと好感度よくなるやつとかも頼むよ、それは。好感度欲しいですか。うん、そりゃそうやろ。はい、いきます。はい、ほんで、はい、高則、中村ふわたるお願いします。はい、女性と、バーで飲むときは畑基博のひまわりの約束か T のベビーアイラブユーこれで口説こうとする。絶版もう何回聞いたか、これ。うわー、マジで100回ぐらい僕聞いたの。これ何年前の曲ってなってまうぞな。いやいやいや、そんなのなってます。ドラえもんのない曲ですよね。おい、あるあるかどうか分かんないです。おい、じゃあ、小林さん、ベタなやつ。ベタなやつ、はい、はい、お願いします。家族といる時間よりスーパーマラドーナたけしさんといる時間の方が。いやいや、おるな、おるな、おるな。確かに毎日一緒にいるんちゃう。毎日一緒に毎日そこでベビーアイラブになってる。カラオケ集まっていくわけ。繋がっていきますね。なるほどね。たけしさんもめっちゃ中村さんのこと好きですしね。そうだね。ほんで、それ酔っ払った時に、はい、嫌いなね、まあ芸人とか苦手な芸人がおったとするじゃないですか、中村さんに。ほんならその名前をこう、いや俺あいつなムカつくねんとかじゃないですよ。絶対飲みた時で何々ってドーンって言うんですよ。それ分かります。これ分かるよな。めっちゃ分かります。何を言うんだ。はい、
誘い水だけ与えて、あとこっちにいますみたいな。そう、めっちゃわかります。答えはあんのに、そう、めっちゃわかる。要は、なんて言うたいかなみたいな。ほんで、お前が言うたからなっていうことは俺も言うけど、みたいな。体勢を取るんですよ。俺、言うことよな。だって、いや、前もさ、高則としんべヱとさ、で、あの、ラテもおってさ、ほんで、ほな、この後もう一軒行こうぜ、言ったらさ、ラテはさ、断りか、俺初めて聞いたことある。あの、コインランドリーが12時まででっていう、わけのわからんこと。いや、マジでやばかったね。その後、高則としんべヱと行って、ラテってどう思う？それは言うやろ、そんな。でも、いや、あれはやばいっすねって言われる。はい、小林さん、お願いします。あの、花火がなんか好きじゃないらしいんですよ。花火、まず、まず変なんですけど、あ、それは日本人で初めて花火が好きじゃない男なんですけど、シンクタンクの大見の小梶さんから花火誘われた時めっちゃ嫌です。これはダメですね。これはダメです。これはあるあるというか、もうこれは暴露ですね。暴露や。もう10年前、小梶さんが嫌いとかじゃなくて、そう、そう、花火もちょっと僕も行きましょうか。そう、はい、須田貴則、お願いします。あの、中村さん豆が嫌いやから、はい、後輩と居酒屋行って、はい、最初に1品目で枝豆頼むじゃないですか。それ頼んだ瞬間めっちゃ嫌な顔する。めっちゃ嫌な顔する。言われへんけど、腹も俺やん、枝豆。なあ、分かるわ。豆関連でいい。豆関連。俺が豆関連だ。豆全部嫌いやねん。だからタラコも嫌いやねんって、なんかタラコを豆だった。丸かったらそうか。タラコとイクラもな。そう、豆じゃない。あれ豆としてるっすか。あれ豆としてる。明太子とか難しい人やなってなってまうから。いや、これ見てるでしょ。はい、いいですか。はい、お願いします。昔、あの、元カノ、中村さんの元カノの、はい、が浮気してたんですよ、うん、その浮気相手に殴り込みに行ったんですけど、はい、結局話し合って仲良くなって居酒屋に飲みに行ってた。ああ、知って聞いた。すごいやろ、すげえ、これすごいやろ、すげえ。でも会ってたやんってなって、ああ、すぐ電話して、ああ、ね、今からちょっと喋りましょうって言って、で、そのまま喋ってたら仲良くなって、うん、居酒屋行って、で、その人の家行って、その人もあったっていう。いや、すごいな。すごないこれ。すごいよ。これすごいよな。だから酒飲みだから仲良くなって、結局。あの女の子が良くないなっていう話で。だから、そう。そういうので、どこがあるあるやねん。一回しかないわ、これ。仲良くなるっていうね。あるある。これ言ってええんかな。俺そんなんは逆にないねんな。言っていいんかなって言いながら。まあ、カットしちゃって、カットしちゃって、はい、ドンチッチ青木とできてます。あー、最近な、最近もうよく一緒ですね、ハマりにハマって。確かに一緒いますわ。なんか、なんか市場会談とかもなんかくちゃくちゃ聞こえた。2人でなんかデパートの市場会談上がってくるよ。顔ってかってかやねん。そういえばね、この前も朝4時ぐらいまで一緒に飲ませてもらって、うん、新地だったんですけど、うん、で、帰ろうって言って、青木もいて、うん、で、一緒にタクシー乗って帰って、うん、ここ一緒から帰ろうって、うん、で、ふうさんと青木の家って違うんですよ、絶対に。ああ、なるほどね。なのに、うん、ふうさんが、ちょっと青木ベロベロだから一緒に降りるわって言って、うん、一緒に降りて帰ったんですよ。そうやろ。だけどそれを言うてんの。確かに、絶対行ってましたよ。なんで俺7年ぐらい下の後輩行かないんですか。はい、そうか。ほな、より、ほな、お願いします。あの、ふうさんの行きつけの店が、めちゃくちゃ狭くて、めちゃくちゃ安いみたいな。ほんまに。え、どこが分かってるんだよ。びっくりしたんすよ。安いはまだええやろ。めちゃめちゃ狭い。ほんまに、入ったら、ほんまに、そのミニチュアの世界みたいな。狭くて。もう、机も、普通の大きさじゃなくて、もう、ほんとこんぐらいです。これぐらいの、ほんまこんぐらいの。新幹線のテーブルぐらい。あ、ほんとそう。普通の店のこれ変な店。変な店よ。もうそろそろラスト。あー、ほなもう、あ、そろそろラスト。もうか。じゃあ、小林さん。爪をね、よく噛むんです。あー、噛む。噛むね。爪めっちゃ噛んで、はい、だから、その爪を切ったことがないって言うんですけど、うん、そのことにすごい誇りを持って。確かに確かに。それ言いますもんね。爪切ったことないことと、うん、髭剃り使ったことないことだけ誇り持って。誇りが抜いてるね。これは誰にも負けないです。あるけど、まあ、あるあるやね、これは。これあるあるかな。ちょっとあるある、まあ、あるある、まあ、あるあるなんかな。なんか、あの、はい、クラウドファンディングで、なんかあの、Zoom で、こっそりダメっ子ミーティングっていうのを主催して、
これあるかあるかどうか分かってますけど、ええわな。自分がダメだなっていうギャグをしてるのに、なんかそのダメだなエピソード言わして、それをなんか聞くだけの会をしてるで5000円取ってる、噂が、はい、仕事やで、いつもはパンと売り切れるのに、今月売り切れないから何回か告知してますあれ3人増やしたら売れへんなってんねんな。だからいより最後ぐらい、はい、はい、お願いします。最近は本当奥田さんどう思うがめっちゃ多い。え、なんでなんでなんで。最近は本当奥田さんどう思うってめっちゃ多い。違う違う違う。昔ちゃう奥田さんにラジコ、はい、ラジオで俺悪口言われたから電波乗せて。まだいない。めっちゃ今どうなってる。次の日すぐ電話したわ。え？あれってどういうことですか。いやいやいや。そうなんや、俺も電話してきてたから。え、あれどう思う。どう思う。もうやばい。何これ、何、どうします。ベスト3よ。ベスト3。ベスト3。ベスト3。じゃあ、まるまるってどう思うわ。あ、そうか、あ、入るね。乾杯の温度も。乾杯の温度。乾杯の温度。乾杯の温度。じゃあ、これかな。はい。ごめんな、また言うわ。あ、そうですね。これが、本場の真のあるあるですね。これあるある。はい。で、これがまあベスト3ということで、はいはい、ヘンダーソン中村風のあるあるベスト3を決めようでした。以上です。ダメだな。こっちはこっちは、ダメコミいってくダメコミいってくダメコミいってくあと最近はそのあのヘラヘラしますけど、あの小安どう思うめっちゃ言います。こんなところで撮るの全然言わないの。今ヘラヘラ言われてますけど、はい、言われてました。小安どう思う、言われてます。ごめんなさい、ごめんなさい。